ご視聴ありがとうございます。楽しいのぼビューチャンネルの5分からのおはらです。久々になるのかな、深夜のキッチンからなんか作って食べるっていう、簡単に作って食べるっていうことをやってるんですけど、そういう動画を作ってるんですけれども、今回ですねシビウマ担々うま飯っていうのを作ってみたいと思います。前からですね買ってあったんですけど、ちょっとこの動画撮ろうと思って撮ってあって食べたいなと思ってたんですけど、機会がなくて今になりました。時間はですね今ですね11時20分前、ちょっとまだ深夜ってことでもないんですけど、作ってみたいと思います。もちろんですねお湯を注ぐだけって書いてありますんで、お湯を沸かしましょう。お湯を沸かします。パッケージを開けたいと思います。特選うまの素って書いてありますね。うまーっていうのかな、うまうま、シビウマになるぜ、うまーです。熱湯5分なんだ。調理方法、お湯の目安量を 250ml、蓋の上の特製うまーの元の袋を取り、蓋を半分まで剥がす。熱湯内側の線までゆっくりとまんべんなく注ぐ。蓋をして5分待つ。蓋を剥がして特製うまーの素を入れ、よくかき混ぜて出来上がり。カレー飯に飽きたらうま飯と。辛さ2ですね。そんな辛くないんだ。ビリビリ。なんて読むんだろう。なんて読めない。花椒、花椒、胡椒なのかな。ごまの香りでうまーと、これ1個でお腹満足。なのかな。なんかすごくいっぱい、このいいことが書いてありますけど、うまうまって書いてありますね。開けてみましょう。このうまーの元が最後ですね。最後、食べる直前なのかな。にしてと、あ、ここなんか取れちゃった。シューッと音がしますね。蓋を開けてみるとこう、追いかけ5分で禁断の味カップ飯。よしと、こうなってますね。シェイクシェイク。よし、お湯が沸くのを待ってます。お湯が沸きました。よいしょ、これを入れて5分と。シュワードバ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 、どこまでだろう、ここまでかな、ここまでかな。ちょっと多めに入れよう。よしと、いいですね。これ5分と、5分、今25分だから半まで待ちます。よしと、こっちをですね半まで待ってて、11時半まで待ってて、これをですねちょっと今から私はこの5分待ってる間にいただきたいと思います。牛肉コロッケとですねもやしをですね茹でて、塩茹でして、そうみのつゆをかけて、そしてこっちはですねソースですね、これをかけたものをいただいてます。5分待ってる間、じゃあお先にいただきます。もうそろそろ11時半です。回ったのかな、開けてみましょう。よし、お茶を用意しました。開けてみたいと思います。開けてみましょう。ガチャガチャいってるな。こうと、どうなってんだろう。うま飯シビウマ担々、よいしょ、よしと、あ、こんな感じですね。よしよしよしと、このうまーの素を入れますね。うまーの素ってこういうラー油みたいなやつだったんだ。よしと、これでかき混ぜて、あ、ちょっとこぼれちゃった、もっとかき混ぜていただきたいと思います。こうなってますね。よし、あ、これお箸じゃない方がいいのかな、スプーンの方がいいのかな。出してみましょう。これでいただきます。どうだろう、シビウマ担々、もう一回取りましょうか。シビウマ、これこぼしちゃった。シビウマ担々うま飯いただきます。シビウマ担々うま飯。よしと、担々具合が、うわー、ちょっと辛いな。担々具合が分かりますね。ちょっと辛くて、担々麺の担々ですよね。いただきます。ひき肉入ってますね、肉の塊。確かにうまうまって言いたくなりますね。ここに書いてあるんで。
ていうような、ちりめんタンタン、うまめしでした。あとゆっくりいただきます。晩ご飯まだなんで、ゆっくりいただきたいと思います。他にも食べたりして、という感じです。じゃあ、この動画ちょっとでもいいなと思われましたら、高評価のボタンをクリック。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあ、また次の動画、他の動画でお会いいたしましょう。楽しいのぼビュー、チャンネルのぼみほらのオーラでした。バイバイ。いただきました。ビリッとしびれる。これなんていうもんだろう。花に胡椒の塩と風味豊かなごま。半端ねえ中毒性のうまなノアス担々飯です。これクイズにしようか。花に塩でなんていうもんだろう。答えは最後のところにご覧ください。